モメンテはドイツの作曲家カール・ハインズ・シュトックハウゼンが1962年から1969年にかけて作曲した合唱作品である。作品はラジオフォニックでシアトリカルな雰囲気を持つカンタータであり、作曲者は実質的に母なる大地がひなたちに囲まれているオペラと表現している。この作品は シュトックハウゼンが初めてモジュール方式で作曲した作品であり、音楽用語の数値単位ではなく、感覚や知覚のカテゴリーから音楽形式を決定した初めての作品であり、1950年代の抽象的な形式からの大きな変化を示している。モメンテの最初のバージョンが作られたシチリア島のシュクリアーナ・シュトックハウゼンは、1962年1月に、 モメンテの制作を開始し、翌年5月に上演する予定であった。シュトックハウゼンは、フランチェスコ・アニエロ男爵に招かれて、作品の作曲期間中、シチリア東南岸のシクリアーナにある彼の宮殿に、引きこもっていた。アグネロ男爵は、パレルモで、新音楽国際フェスティバルを取材するなど、現代音楽の熱心な支援者であった。計画では、シュトックハウゼンが先に、 シチリアに行き、その一週間後に、メアリー,バー・バウアーマイスターが、6月にアムステルダムで予定されている展覧会のための絵画制作を行うことになっていた。シュトックハウゼンの妻ドリスは3月に合流し、子供たちはケルンの誰かに預けることになっていた。3ヶ月間、シュトックハウゼンとバウアーマイスターは、ピアノと2つのテーブルが置かれた、暖房の効きやすい。 小さな部屋にこもって、それぞれのプロジェクトに夢中で取り組んだ。ドリスがシクリアなに来るはずだった。直前に彼女が重病にかかり、手術が必要になったという電報が届いた。ストックハウゼンは彼女を支えるためにドイツに戻ることを決意し、ドリスが療養に行った。黒い森で静かな時間を過ごしたのである。i i m m k のすべての啓蒙面とからなるモメンテの。 第一版は、1962年5月21日に、ケルンのウエストドイチアールントフンクで初演された。モーメントアイはすでに作曲されていたが、ケルンでの演奏には含まれていなかった。その後、1963年のパレルモ国際音楽祭で演奏するために、残りの M のモメントと D のモメントの一部を含む第二のモメント群が作曲されたが、 音楽家たちがこの曲の型破りな性格に反発して演奏は実現しなかった。1964年の初めにこれらのモーメントは改定された。1965年10月のツアーでは M の7つのモーメントと I のモーメントが追加されたが D のモーメントは実際の演奏上の理由で差し控えられた。このバージョンは1969年に完成したが、 1972年12月8日にボンで初演された。このバージョンは商業的なリリースのために録音されヨーロッパツアーにも参加した。シュトックハウゼンはモメンテのテキストに様々なソースを用いている。主な構成上の問題は単なるコラージュの効果を避けるためにこれらのテキストの断片を仲介することであった。モメンテは通常の歌唱だけでなく 話し言葉や囁き言葉、泣き声や笑い声などのコミュニケーション機能を含む可能な限り多くの声の現象を用いて限りなく豊かな表現方法。それは私たちの情緒的な感覚に深く訴えかけるものである。孤立した音説や母音、連続した死音、下打ちなどの単一の音素や言語的セグメントが 声にならない息を吐くことから吸引、囁き、笑い、つぶやき、話すこと、叫ぶこと、叫ぶこと、笑うことまでのスケールで使用され、話し言葉と楽器の音の間の音色の変化や、関係を構成することができるようになっている。打たれるだけでなく、手を叩いたり、指を鳴らしたり、足を踏み鳴らしたり、太ももを叩いたりもする。また、小さな補助楽器も演奏する。 合唱団 I は長さの異なるボール紙製のチューブに乗り付けしたものを軽いマレットを使ってドラムのように演奏する。合唱団 II は12体のクラベスを使って全て異なる音程で演奏する。合唱団 III はプラスチック製の石鹸箱や冷蔵庫の飲み物の容器に入ったバックショットを振ってマラカスのような音を出すが、これはペレットの数やプラスチック製の容器や箱の 大きさによって音程が異なる。これらの楽器の目的は、打楽器と声楽の音色の間に仲介的なリンクを作ることであった。声楽家が歌ったり話したりする音節ごとに同時に演奏させることで、リズムの調整という問題を自動的かつ容易に解決することができる。しかし、シュトックハウゼンの報告によると、初演で歌った WDR の合唱団は当初、 これらのやり方に反対し、このような音や騒音を出す手段はコミカルな効果があるので、ある新聞記事ではキャバレーパフォーマンスといって全体を嘲笑していたという。モメンテはシュトックハウゼンがモーメント形式と呼ぶもので、聞き手の注意が今に向けられ、時間の終わりに始まるのではなく、あらゆる瞬間に到達可能な永遠性に向けられる。同時に、この作品は、 30のセクションを様々な順序で配置できるという点でポリバレントフォームを構成している。8つの M、7つの K、11つの D というように文字で指定された3つの主なモーメントのグループがあります。これらの文字はメロディー、クラング、タワーの頭文字を取ったもので、K はカール・ハインズ、残りの2文字はシュトックハウゼンの最初と2番目の妻であるドリスト、 メアリーを意味している。M グループは次のことを強調している。K モーメントは次のことに集中する。D モーメントは、K グループは常に中央に位置し、D が先行し、M が後続するか、または、その逆になる。それぞれのモーメントグループには、単純な文字で指定された一つの、純粋なタイプと、複数の文字で指定された他のタイプからの、影響を含むいくつかの、 混合タイプがあり、これらは4つの階層で構成されており、第1階層は3つの純粋なモーメントのレベルである。2番目のレベルでは、他の1つのタイプからの影響がわずかな程度であり、M グループの M と M のように、小文字のカッコ付き文字で表示される。3番目のレベルでは、2つのタイプのバランスがほぼ同じであり、文字は大文字である。例えば、 M グループの MK と MD のように、これらのそれぞれは3番目のタイプからの影響をわずかに加える隣の瞬間によって支えられている。第4のレベルは D グループにのみ見られ、3つのタイプすべてがバランスしている唯一の瞬間である DKM と3つの部分的に自己反省的な瞬間である D、DK、DK が含まれる。また、M グループには 完全に自己反省的な瞬間が一つ加わるが、それは第3レベルの瞬間 M である。それぞれのモーメントには、そのレベルに応じて基本的な持続時間が割り当てられている。純粋な M、K、D の瞬間は、それぞれ2分、第2レベルの瞬間は、それぞれ1分、第3レベルと第4レベルの瞬間は、それぞれ30秒と15秒となっている。 しかし、実際の演奏では、これらの基本的な持続時間が延長されることが多い。これは、挿入される素材のためでもあり、また、多くの瞬間が繰り返されることがあるためでもある。ある瞬間の繰り返しには、かなりの速度の変化を伴うこともある。例えば、DK は、基本的な持続時間が15秒ですが、繰り返されると4倍の速度で演奏されます。その結果、 実際の持続時間は5倍の1分4秒となる。M を除いて、回の階層にある各モーメントは、次の上位階層のモーメントのペアとくっついており、特定の演奏のためのバージョンを準備するために、その上位ペアのメンバーが交換されることがある。このようなモーメントの可動性に加えて、8つの M モーメントのうち6つの M モーメントの内部要素も、配置替えが可能である。 これらの3つの主要なモーメントのグループに4つの i モーメントが加わり3つの主要セクションのフレームと分離に使用されている。i は常に M グループと K グループの間に、i は常に K グループと D グループの間に一致しています。i の瞬間は独立しており最初に立つことも、i の前に立つことも、後に立つこともできます。モーメント i は常に最後に位置する。 愛の瞬間は作品の中で最も長い瞬間であり他の瞬間を中和する役割を果たしている。当初の予定では愛が8分、愛、愛、愛がそれぞれ4分となっていた。つまりこれらを合わせた20分は他の26の瞬間を合わせた時間と同じになるはずだったのである。愛はさらに大幅に拡大され、 他の愛の瞬間をすべて合わせた20分以上の長さになった。1962年5月21日のモメンテの世界初演のためのプログラム1962年5月21日にケルンで行われた初演では、モメンテはセンセーションを巻き起こしたが、その理由の一つは、そのバージョンの開始に使われた瞬間、いわゆる拍手の瞬間愛が合唱団の拍手で始まることにある。 これは、聴衆を馬鹿にしていると見る人もいれば、聴衆と演奏者の結びつきを強めるための手段と見る人もいました。この最初のバージョンは、冒頭の愛の他に、M の二つと K のすべての瞬間があり、愛のオルガンモーメントで区切られていた。ニューヨーク州バッファローにある、クラインハンスミュージックホール、1964年3月1日の、 北米初演のモメンテの会場このバージョンは1964年3月1日にニューヨーク州バッファローのクラインハンズミュージックホールで行われたアメリカ初演でも聞かれた。1965年10月のドナウエ信玄音楽祭では残りの M の瞬間とすべてのバージョンを締めくくる意味を持つ愛の祈りの瞬間を加えた拡大版が演奏された。このバージョンは 1963年の夏と1964年の初めに作曲されたものを加えたもので、第一バージョンに比べてよりユーモアがあり、対立的でないと受け止められた。このバージョンの録音はウェルゴとナンサッチのレーベルからリリースされている。D モーメントの完成は1969年になってからで、初の完全な演奏は1972年12月8日に、 本で行われた。新たに作曲された25部の愛の瞬間から始まるバージョンで、それまでに作曲された瞬間とは非常に異なっており、当時の批評家の中には他の瞬間とは釣り合わない、個性がないと感じる人もいた。ルドルフ・フリジュースはオリジナルの拍手の瞬間の始まりは、60年代初頭の精神に基づくインフォーマルな音楽の特徴であると単純に、 考えているが、1972年版の新しい始まりは、その歓喜的な儀式のジェスチャーにおいて、70年代のシュトックハウゼンの作品につながるものである。当時、愛の長くて爽快でドラマチックな部分はオープニング以外の何者でもないと思われていたが、1998年に作曲者の式で作成されたバージョンでは、オリジナルの愛の 拍手の瞬間から始まり、愛は休憩を挟んで第2部のオープニングとなっている。ありがとうございます。